一軒一軒の45軒のハットル街の花見
号により日本中学校から東南委員会により発案本部を配る新朝日委員会から日本中学校間では4月24日まで高速走行車両による作業のため速度の50キロに規制される時がございます。速度表示を確認し安全運転でお願いします。開栄ラジオ福山よりお伝えしました。高速道路情報をお知らせします。さて19日深夜から22日にかけて関東地方で雪の予報となっております。今後の気象情報、交通情報にご注意ください。また冬の高速道路は冬用タイヤの装着やタイヤチェーンの強化をお願いいたします。名阪国道下り線亀山インターから雪インター間では2月4日から翌朝5時まで工事のため車線規制が実施されます。なお雪インター付近の本線が2月5日0時から3時まで一時通行止めとなりますが、連絡路を通じて大阪方面へご通行いただけます。東名阪道を上り四日市ジャンクションから熊谷インター間及び伊勢湾岸道を下り三重朝日インターから四日市ジャンクション間では4月24日まで低速走行車両による作業のため速度が50キロに規制される時がございます。速度表示を確認し安全運転でお願いします。開栄ラジオ福山よりお伝えしました。高速道路情報をお知らせします。さて19日深夜から22日にかけて関東地方で雪の予報となっております。今後の気象情報、交通情報にご注意ください。また冬の高速道路は冬用タイヤの装着やタイヤチェーンの強化をお願いいたします。名阪国道下り線亀山インターから雪インター間では2月4日から翌朝5時まで工事のため車線規制が実施されます。なお雪インター付近の本線が2月5日0時から3時まで一時通行止めとなりますが、連絡路を通じて大阪方面へご通行いただけます。東名阪道を上り六日市ジャンクションから熊谷インター間及び伊勢湾岸道を下り三重朝日インターから六日市ジャンクション間では4月24日まで低速走行車両による作業のため速度が50キロに規制される時がございます。速度表示を確認し安全運転を進めました。台湾国道の停電と障害が続く速度が落ち着き
さて、パン粉など故障の時は慌てずに車を真横で走らせ路肩に出て止めましょう。驚いて急ブレーキを踏むと追突や横滑りの危険があります。もしトンネル内で故障した時はまず走行してトンネルの外に出る努力をしてください。ハイウェイラジオ福岡よりお伝えしました。また地下圏内で交通死亡事故が発生しています。スピードは控えめに交通ルールを守り安全運転をお願いします。ドライバーの皆さん、おはようございます。午前8時15分現在の道路情報をお知らせします。大阪方向へ走行中の方へのお知らせです。霧のため伊佐ジャンクションから江南インターまでの区間が最高速度が50キロに制限されています。スピードを控えめに注意して走行してください。さて、パン粉など故障の時は慌てずに車を真横で走らせ路肩に出て止めましょう。驚いて急ブレーキを踏むと追突や横滑りの危険があります。もしトンネル内で故障した時はまず徒歩してトンネルの外に出る努力をしてください。ハイウェイラジオ今夜よりお伝えします。止まった。また注意点で交通死亡事故が発生しています。本気移動したので交通ルールを守り安全運転をお願いします。また、この時に通行される方はタイヤチェーンなど滑り止め装置の用意と道路情報、交通情報にご注意ください。こちらは国土交通省です。名阪国道を走行中の方にこの時間の道路情報をお知らせします。下り大阪方面行きでは上戸トンネル上重インター間で、また下重インター付近と水野インター宇都宮インター間で、さらに上野インター八田インター間で、代わって上り名古屋方面行きでは下重インター付近と上戸トンネル南財政インター間で作業のため路肩指定となっています。また、この時期に通行される方は、タイヤチェーンなど、滑り止め装置の用意と、道路情報、交通情報にご注意ください。こちらは国土交通省です。名阪国道を走行中の方に、この時間の道路情報をお知らせします。下り大阪方面行きでは、上戸トンネル上重インター間で、また、Thank you.
省名阪鉄道を走行している方に、この時点20分現在の道路情報をお知らせします。大阪方向へ走行中の方へのお知らせです。霧のため北区ジャンクションから方南インターまでの区間が最高速度が50キロに制限されています。スピードを控えめに注意して走行してください。さてサービスエリアはおよそ50キロ沖にあり、直通や給油所が利用できます。また休息所の窓口にはドライブに役立つ地図やパンフレットを準備して案内員が道路情報のお知らせやドライブ相談に応じています。お気軽にご利用ください。ハイウェイラジオ方南トンネル下りよりお伝えしました。現在高速道路での死亡事故が多発しています。高速道路ではわずかな不注意が重大事故を招きます。スピードの出し過ぎに注意し、車間距離を十分にとって運転しましょう。ドライバーの皆さん、おはようございます。午前8時25分現在の道路情報をお知らせします。大阪方向へ走行中の方へのお知らせです。霧のため北区ジャンクションから方南インターまでの区間が最高速度が50キロに制限されています。
50キロに制限されています。スピードを控えめに注意して走行してください。ハイウェイラジオ東大和トンネル下りよりお伝えしました。なお現在高速道路での死亡事故が発生しています。高速道路ではわずかでも注意が重大事故ができます。スピードの出し過ぎに注意し、車間距離を十分に取って運転しましょう。ドライバーの皆さん、おはようございます。午前8時30分現在の道路情報をお知らせします。はじめに大阪方向へ走行中の方へのお知らせです。中央インターまでの所要時間は名神高速吹田ジャンクションまで名神高速経由で55分ほど、定時バイパス経由で60分ほどかかります。続いて大阪方向へ走行中の方へのお知らせです。次のため、浅草ジャンクションから東南インターまでの区間が最高速度が50キロに制限されています。スピードを控えめに注意して走行してください。ハイウェイラジオ東大和トンネル下りよりお伝えしました。なお現在高速道路での死亡事故が発生しています。高速道路ではわずかでも注意が重大事故ができます。スピードの出し過ぎに注意し、車間距離を十分に取って運転しましょう。ドライバーの皆さん、おはようございます。午前8時30分現在の道路情報をお知らせします。はじめに大阪方向へ走行中の方へのお知らせです。中央インターまでの所要時間は名神高速吹田ジャンクションまで名神高速経由で55分ほど、定時バイパス経由で60分ほどかかります。続いて大阪方向へ走行中の方へのお知らせです。ライバーの皆さん、昨日の吹田ジャンクションから東南インターまでの最高速度が60キロに制限されています。よく読んでお伝えください。 MS 大学
ね、出てきたんですけど、私はもうちょっと年で分かりましてですね、昔はカレーシチューにそっとね、ぜひね、カレーライスが学校で食べられたんだったらよかったなというふうに、そんな世代なんですけれども、今やカレーライスといえばですね、日本のトップスですけれども、じゃあ、この方はどんなカレーが好きなんでしょうか、トップキャスターの草野文さんです。おはようございます、草野でございます。はい、私はですね、はい、好きなんで、カレーが好きです。カレーの辛さが何でもいいですか？やっぱりスパイスがピリッと効いてて、それは辛いと言ったと思うんですけど、ただカレーをね、凝り凝ったカレーを作るのはいいんですけども、今はね、まあ、おっしゃったようにね、スパイスがどんどん買い込んじゃったんですけど、使った後に余ってしまうとどうしようか。よくありますよね。皆さんのお宅もそうじゃないですか。冷蔵庫のドアポケットにたくさんの調味料が眠っていませんかと。います。鍋のチーズ、肉のタレ、わさび、からしのオイスターソース、今日は余りがちなどの調味料をどう使ったらいいのか、後ほどたっぷりお届けしたいと思いますけども、その前にこちらも毎日が助かる、そんな曲を今週のとっておき、便秘による肌荒れや吹き出物、さらにはお腹の張りが気になる方へ、薬局や富山の富山常備薬グループからラジオ初登場です。便秘にのみで効く医薬品アロエ錠スルーをラジオで 10% オフの特別価格でご紹介いたします。今日はですね、富山常備薬グループの鈴木さんとお電話がつながっております。鈴木さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。寒い冬の時期になりますと